はいえー、とでは発表させていただきます。スライド共有します。まあ、中村さんほど中身はないのであの、サクッと終わらせて <laughs>、はいいと思いますが、えー、とではこちらにもスライドを上げているので、一緒に見ていただければと思います。 見えてますでしょうか大丈夫です。はいえっと、それでは、えっ、ー、と、えー、JL8XSO の、えー、田島から、えっ、ー、と、NYMN、MM、プラスを使用したモルスシミュレーションと題しまして、えー、発表させていただきます。えっ、ー、と、まあ、自己紹介なまあ、なので、まずしたいと思うんですけども、えー、一応、えっ、ー、と、まあ、 前々回からの、えー、とコンテストワークショップから参加させてもらってます。えーとはいえー、学生です。えーとまあ、普段はちょっと、えー、マルチオペだったりとかを参加して、ちょっと今年は、えー、と前半ちょっと体調が悪くて全然出られなかったんですけども、えー、とワールドワイドのフォンに、えー、今年は出まして、えー、とやって でおりました。まあ、現在は、えーとまあ、8から離れて、えー、2の方に今引っ越して、えー、いろいろやっているような状況になっていますで、えーと。自分の設備がないものですから、えーとまあ、今回発表するような、えーとまあ、シミュレーターを使った、まあ、練習を、えーまあ、時々やっているような感じで、えー、と今回はそれで、えーまあ、このロギングソフトを合わせて使おうというようなことを、まあ、なかなかやっている人がいませんでしたので今回、 えとまあ、使い方を含めていろいろ紹介したいなと思って、えー、発表をの時間を取らせていただきました、えーとまあ、中身としては、まあえーとまあ、使用方法と、まあ、ツアーで使った場合の使用感というのをちょっと報告しようかと思ったんですがちょっと思いのほか練習の時間が取れませんでしたので、えー、そこはちょっと省いてです、ねえーとまあ、簡単な使用方法と、まあえー、の説明法をしたいと思います。 えとまあ、初めにですけども、えーとまあ、シミュレーターで何ぞやという話も含めてですね、したいと思います。えーまあ、CW の練習に使うソフト、まあ、各種あるかと思うんですけども、えーとまあ、更新の練習に使うソフトといえば、まあえー、V3NEA さんが作ったこのモルスランナーというものがありまして、えーとまあ、パイルアップの練習ができるようなソフトになっています。でえー まあ、使えるモードというのが、GNN001、えー、形式や WPX コンテストの形式のみで、えーとまあ、ソフト団体では同時起動とかできませんので、ね、基本的ア 1R の、えーまあ、練習のみというような形になっています。でえーとまあ、複数のコンテストに対応したりだとか、えー、ロギングソフトと連携させて動かせたいというような状況がありまして、えー オープンソースですので、各種ロギングソフトの開発者さんが、ロギングソフトごとにオプティマイズしているような状況になっています。で、現状、私が知る限りですね、モールスランナーと連動するロギングソフトというのが以下3つありまして、前回のコンテストワークショップで中村さんが発表していただいた d x オグだったりとか、 前段で発表していただいたスクーカムロガーが一応対応しております。で、えー、どちらもですね、えーまあ、DX ログは WinTest だったりとか、まあ、CT に使うような UI で、ちょっと,、えー、ちょっと最近のソフトになれた、まあ、私としてはちょっと使いにくいなという印象がある感じです。で、えー、スクーカムロガーに関しては、まあ、前段で説明されたように非常に SO2R には、まあ 最適化されてるかなと思うんですが、まあ、やっぱり OSX のみのみ対応ということで、えーまあ、Windows ユーザーにとってはちょっと使いにくいというような問題があるかと思います。で、えっ、ー、と、NYM、MM、についてです、についてですけども、えー、プラスがつく前の、えー、クラシックの段階から一応、モルスランナーとは連携していたんですが、えー、ホットキーで対応したりだとか、えー、ちょっと設定項目が 少なくてですね、使うにはちょっと難があるというような背景がありました。で、えっ、ー、と、前回の CWS 以降にですね、えーと、ちょうど去年の4月かい4月頃に、えっ、ー、と、アップデートが入りまして、えー、モールスランナーの使用感がちょっと、えーまあ、上がったというのが、えーまあ、最近の m m、MM、m の開発状況です。 で、えーまあ、Windows でも、えーまあ、比較的 GUI を使ったローギングソフトで、まあ、モールするの練習ができるようになったということで、えーとまあ、これについて今回、えーとまあ、使い方等を含めて、えー、説明しようかなというのが今回の発表内容となっています。で、えーとまあ、軽くどんなことが使えるのかというのを、まあ、使い方含めて説明させていただきます。えーと 使用方法については最新版の、えー、に基づいて説明してい,ていきます。えーまあ、対応しているコンテストなんですけども、今現状 WPX とワールドワイドのみになっています。えーとまあ、ちょっと後で説明するんですけども、ちょっとえー、コンテストナンバーが数字の、えー、ものについては実は使えるということがちょっと、えーと、この後の説明で、えーとまあ、分かるようになります。 シミュレーターを使う上では、ログ形式を WPX ないし、ワールドワイドに設定して、ログの、ログソフトを開きます。まあ、NYM を普通のロギングの状態から、モールスランナーを起動にするにはですね、コンフィグ画面を開いて、 このコンフィグポート、モード、コントロールなど、えーとまあ、各種設定するところを開くというような形になっています。で、えっ、ー、と、コンフィギュアタグのアザーのところにですね、えー、とモールスランダーモードというところがありますので、えー、とここをチェックすることで、えー、起動が入ります。で、えー、ポインターがこちらのハードウェア のボタンで、えーまあ、SO2R だったりとかの設定ができるんですけども、えー、とここで SO2R にしとけば、えー、モールスランナーについても 2R で起動するような形になっています。でえーとまあ、このモールスランナーモードに起動しますと、こちらのような、えー、と画面が出てきて、えー、モールスランナーの設定とは別に、えーまあ、NYMM 独自の モールスランナーの機能として、スポシオンのミュートだったり、なぜか CQ と TU のメッセージだけは編集できるというような形になっています。ただし、ちょっと確認した限りでは、TU の内部処理は TU と自分のコールサインの送信で統一されているみたいで、こちらの図のように TU だけ送信したとしても、 次々に新しい曲が呼んできますので、その辺はちょっと,、えーとまあ、リアリティがないのかなというような感じです。で、えーとまあ、使い方については以上になるんですけども、えー、次にちょっとど,どういう動作をしているのかというのをちょっと、えーとまあ、考察というか、えーまあ、元のファイルがどこにあるかというのを、ね、調べながら、えーとやっとえー、と調べてみました。で、えー 読んでくる曲のデータベースについては、えー、っとこれは、えー、っとこのドキュメント N1 プラスする、えー、サポートファイルという、まえー、UDC ファイルとか、えー、っとセクターファイルが入っているようなディレクトリになるんですけども、そちらに、えー、っとこの mr-db.txt という、えー、テキストファイルがありまして、えー、これの中身がコールサインとセミコロン、えー、あとは CQ ゾーンで、えー、編集されているようなファイルになっています。 でえーとまあ、自由にテキストファイルですので、編集可能で、えー、まあ JA ドメスティックにしたりとか、えー、まあ各種書き換えることは自由にできます。で、えー、数字、コンテンツナンバーが数字になってますので、まあ、ここを、えー、まあ例えば国内であれば都道府県ナンバーにするとかっていうの方法で、えー、まあドメ JA ドメスティックにカスタマイズすることなどはできるんじゃないのかなというふうに思いました。 でえー、とただ問題点といたしまして、モールスランナーを起動しようとすると、えーとまあ、データベースは、まあ、ワールドワイドか WPS にしてくださいねというような、まあ、こういうような表示が出てきてしまいます。えーまあ、どうにかならないのかなといろいろ工夫したんですけども、ま,あ、まず、えー、とデータベースファイルを、えー、ワールドワイドに設定して、えー、起動します。そうすると、もうモールスランナーが立ち上がって、 音は流れ出すんですけども、その段階で、えー、と新しくまたデータベースを変えると、まあ、希望の、えー、とコンテスト形式に変更できるということが分かりました。えーまあ、ここでちょっと練習としまして、他、えーまあのコンテストを使う上で、えーとね、今の方法のような感じで、えーとまあ、j 国内コンテストに使えないかということをちょっと試してみました。で、えー、こちらのように、えー、国内の曲のコールと、えー、都道府県ナンバーに対応したような、えー、ナンバーの、えー、ファイルを作って、えー、っと、JA ドメスティックモードで起動してみました。えー、こちらのような、まあ、ナンバーが数字だけの場合は、えー、正しく動作するんですけども、 えこちらに、えー、パワーコードをつけてしまうと、えーまあ、ちょっと数字があ,ありえない数字を送る、90何歩とかっていうような数字を送ってきて、えーとまあ、ちょっと文字コードの関係なのかわからないんですけども、えー正しく、正しく動作しないというようなことがわかりました。ですので、えー、と現状は、えー、このコンテストナンバーの部分については、まあ、数字のみ対応ということだと思われます。 えー、ちょっとソースコードを確認していないというか、公開されていないので、えー、とこの辺の、まあ、変更はちょっと聞かないのが残念なところなんですが、えーまあ、数字のみに関して言えば、えー、練習できるということが、えー、分かりました。えーまあ、簡単にですが、NYMM を使った、えー、モルスランナーのシミュレーションについて、今回は紹介いたしました。まあ、現状の、えー、NYMM では、 ワールドワイドと w p x に対応しております。で、起動の仕方をまあ工夫することによって、えー、まあ多コーンテストにも応用可能ということがわかりました。実際に SOTR での練習になるかどうかについてはちょっとまた次回レポートできればなというふうに思っております。発表については以上になります。質問のある方いらっしゃいますか？ ちょっとよろしいでしょうか。はい。どうぞ。あ、JRA と OGB の小山です。こんにちは。こんにちは。えーっと、私の方もちょっと2ヶ月ぐらい前からあの n i m、MM、のシミュレーター使って練習するようになったんですけど、はい、SO2R にできるっていうのを知らなくて、はい、えーっと SO2R のモードにするとエントリー、あの、 エントリーのウィンドウが2つ出るんですかねそうですね、2つ出ますね、はい。えっと、どういうふうに読んでくるんですかねえっと、多分内部で、えー、っと、2つモールスランナーが立ち上がって、両耳から聞こえてくる音が変わるあっと、ミックスで聞こえてくるんですかねえっと、多分そこちょっとシナリオのなのかは、<laughs> 確かですね、えー、っと、 右耳が 1R で左耳が 2R でブッククされてる感じじゃなかったと思います。ああ,あ、なるほど、ね、はい。まあ試してみればいい話なんですけどす、ねはいあ。いや、分かりました。ありがとうございます。はい。他、ございますか えっと、田島さん、あのー、スクーカー室ーはモールスランドは全然関係ないです。これは全く独自にやってるので完全に独自で開発したってことなんですか<ー> ?W7AY っていう元アップルの社員の方が、あ,あれですね、CW の生成コード、あとノイズあたり、全部、あのー、k 1 g q に提供してくれてで、それをベースに作ったので、全く、あのー、路線は違っています。 あ全然それは知りませんでした。いやい,いや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 なので、あの、もう、あの、スクロープライムロガーのプラクティスモードは、まあ、すべてじゃないですけどもすあの、かなり多くのコンテストのナンバーサポートして,してます。例えば ARRL なんかだと、えー、例えば。ね。<う>いつも YouTube で見てますけど、やってますよ、ねあ。あれはみんな、あの、独自にやってるので、えー、と全く問題ないです。うん、あとは、 あのよく、多分 NIMM ユーザーがほとんどだと思いますけども、あのこっちから、こっちがランしてるのに、こっちのコールをまず打ってくるパターンですね。あれも私、最近、何ヶ月か前に実装したのであの、そういう機能があったりすると、まあ、よりリアルかななんてのは思いました。<ー>はい、じゃあ、えーと、内容であれば以上になります。ありがとうございました。ありがとうございいますはい